ひなの夢ひなの夢語ろう。そしたらいい？聞いてくれる？ひなの夢は、そうだな、今はね、夢、大きな夢は、夢とか言った方がいいんだもんね、よ、大きな夢は、乃木坂の中でオールマイティーに活躍できる人。ラジオとかバラエティーもだし、あとモデルさんもだし、演技もやっぱ一つ一つすっごく難しいことは、みんなのこういろんな場で活躍する子を見てて、やっぱすっごく厳しい世界だなっていうのは思うけど、いつか乃木坂の中で何でも立ち回れるような、こう何でも任せられるって思ってもらえるような人になるのが夢です。恥ずかしい。そうだから頑張ります、いろいろ。そんな感じですよ。